どうも、踊るディスコ諸町ギターのまこまこまこっちゃんです。ベースのラ・マローカです。それではこちらのコーナー参りましょう。当たんなかったじゃねーかリポート、毎週馬券を購入している私まこまこまこっちゃんが馬券を買うワクワク感と当たらなかった事実を淡々と報告するコーナーです。あー、ついにあなたがやるんですか？ちょっとまあちょっとここらでね、私もいつもはいはいって聞いてるんですけど、まあそう余裕こいてられる場合じゃないなってきたんで、はい、今週私が買った馬券は、1月17日日曜日中京競馬場で行われた日経新春杯 G2 です、うん、はい、これもね、あれですよね、新年といえば、そうです ね、1月の名物レース、うんうん、いつもは京都競馬場で行われてるんですけど、うん、まあ、今年は工事の関係で中京競馬場で行われております、うん、で僕が買ってたのは、5枠9番ベロックス、ベロックス、はいはいはい、川田優雅さんっていうジョッキーが乗ってるんですけど、うんうん、まあ、ベロックスは結構、まあ、今回も2番人気だったんですが、ずっとこう期待されてる馬ですよね。そうですね、割とこう3歳若い時から皐月賞でも人気になってたし、ダービーでも割と3番人気ぐらいだったかな、2番人気かなってたり、うん、はい、皐月賞、ダービー、菊花賞、三冠で全部分けんない、2着3着3着そうでしたね、入ってるっていう、まあ、うん、ここぞというところであと一歩足りないんですけど、まあ割と堅実に走ってるような馬ですよね、うん、で前回も3着に入ってると、うんうん、いうことで、まあこいつが簡単に負けへんやろと、まあ、1着じゃなくてもまあまあ2着3着には残ってくれるでしょうということで、堅実に馬券には絡むと、はい、堅実にね、まあ、最近ちょっと当てれてないんで、うん、堅実に行こうかなっていうことで、うん、今回この2番人気ベロックスから、うん、買わせていただきました。で、その馬券は当たったんですか？当たりませんでした。踊るディスコ室町のラジオ室町。いや、めちゃくちゃタバコ吸ってるじゃないですか。いや、新鮮ですね、やっぱこれね、人の当たらん報告聞くの楽しいでしょ。楽しいね、やっぱね。いやね、今年入ってから特に、うん、いつもこうマルちゃんさんの当たんなかったじゃねえかリポートを、まあ、ラジオ、うん、ラジオじゃないに関わらず聞いて、はいはい、はいはいと思ってたんですけど、ちょっとね、もう今月は全然当たってないんで、ほんまに。あ、逆にマロカさんめっちゃ当たってるじゃないですか、割と。僕今年結構調子いいんすよ。調子いいですよね、はい、本当に。ほんでちょっとね、今回逆転してしまいました。まあ、たまにね、まこっちゃんのこのたまにね、やっていこうかな、出てくるんじゃないかなという、はい、ちょっと最近ほんまあまりにも当たらないんで、しばらくやめようかなと思ってるところですね。あなた1月は辞めるって言ってませんでした。もともとね、もともと、はい、年末にはそうおっしゃってたんですが、おっしゃってたんです、過去の私は。まあちょっと、うん、ついついね、まあね、うん、買っちゃうよね、買ってしまってたんですけど、うん、まあちょっとほんまに3月ぐらいまでお休みしようかな。まあフェブラリーは買おうかなみたいな。G1 ね、じゃあ G1 まではちょっとお休みしようかなと思っているところです。はい、じゃあ今週も買いましょうね、一緒にね。今週何やったっけ、あ、アメリカジョッキーカップクラブか。はい、ということで、はい、今回は13回目、はい、ということで、今あんまり外出するのも良くないということなんで、うん、ズームで収録しております、はい、もうこのズーム形式も慣れましたよね。ちょっと慣れてきましたね、うん、なんとなくいつもこう僕と室岡さんがこう喋って、うん、画面の中では伊藤おわるさんがなんか、うん、なんかもぐもぐ食べながら見てるっていう。だいたいなんかね、この人食べてるんですよ。何食べてるんやろ。育ち盛りやからな、うん、あ、チョコレートですね。アポロですね。なんかこういう可愛いもん食ってるやんこいつ。あ、たまに見せますよね。可愛い可愛いとかアピールですね。俺らにアピールしてどうすんねんっていうことなんですけど。ということで、最近の村町の活動は、うん、どんな感じということなんですが、はいはいはい、まあ、ライブはね、あんまり、まあ、うん、できてないんですけど、うん、
まあ、いよいよアルバムができてきたぞっていうことで、まあ、これもなんか毎回言ってるんですけど、もうでももういよいよね、いよいよですよね。はい、あの曲のチェックもだいぶ進みまして、うん、ほんまに大詰めの大詰めでこう曲の順番が決まったり、うんうんうん、あの細かいところね、あの、うん、これの曲の終わりのギターフェードアウトのタイミングどうするみたいなそういう終わりの終わりの最後の話を詰めているところですね。これねめちゃくちゃいいよね。あ、アルバムですか。うん、あ、いいですね。手前味噌ではあるんやけど、手前味噌ですか。そうですね、かなりいい、めちゃくちゃいいと思う。いや、いいですね、やっぱあの、うん、5年やってますから前回のアルバムからはい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 、で、あのその間に出したシングルの曲も入ってますし、うん、そうじゃない曲もいっぱいできて、うん、はい、結構ねボリューム的にも今までで一番、今までアルバムで言うとミニアルバムも含めて 1,2,3 枚出てるんですけど、まあその中でなんか4枚目の今回は一番、曲数自体も多いし、うん、こうなんていうか曲のサウンド、うん、音の感じも、まあ、こうギュッと詰まってるというか、うん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 、ね、あの音圧ある感じに仕上がってるかと思われます、うん、楽しみですね、皆さんに聴いていただくのが。本当にね1枚通して聴ける、うん、いや聴いてほしい、そうそう、ぜひ聴いてほしいです、ね、アルバムになってると思います、ね、うん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 、やっぱりね、あの、まあ、人のアルバム聴くときとかはやっぱ全然意識しないんですけど、うんうんうん、こうやって自分たちでこう曲の間 の、うんうんうん、あの空白を何秒にするみたいな話で、うんうんうん、いやもっと長い方がいいんちゃうとか全然短い方がいいんちゃうとかそういう話してると、うん、やっぱり通して聴いてほしいなという、そうね、そういう気持ちにね、うん、やっぱりあのサブスク時代であんまりこう、そうね、ね、通して聞くっていうことは少なくなってしまったんですが、うん、まあぜひね、せっかくそういう作業もしてますので、うん、まあ、これを聞いてるぐらいのヘビーリスナーの方には、うん、通して聞いていただきたいなと思っております、はい、ということで、今回もこのコーナーいきましょう、うん、俺のこれ、はい、人間シャザムザモーカことラーマローカと有機大容量記憶デバイスこと私マコマコマコっちゃんが膨大な知識の中から自分の紹介したい本や音楽について語り尽くすコーナーです。はい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 、はい、前回は僕が映画将棋の映画と、うん、あとボガンボスの回、はい、まあカーニバルね、カーニバルいい曲ですね、はい、いい曲やねあれはね、はい、で結構今回もあれですけど前のあのミキさんとおあちゃんの回も熱い話されてましたね、うんうん、というそういう流れを受けまして、今回もやっていきたいんですが、はい、マロカさんなんか用意されてますでしょうか。はい、今、現在、公開中の映画、煙突町のプペル、はい、お出た、ちょっと待ってまあというのはごめんなさい嘘です。あ、嘘なんや、よかった。ちょっとなんか褒めてもけなしても難しいなと思って今ごめんなさい、ちょっと言いたかった、はい、言いたかった。いやちょっとガチでびっくりした今プペルね、まあまあね、ね、まあ、捕まってないだけの詐欺師バイチロリ大悟ね、あの人ね、はい、っていうの、まあ、まあまあまあちょっと、はい、それは置いといて、うん、置いといて、まあちょっと真剣な話しようかなと思ってるんですけど、はい、今日が1月19日はいはい、でちょっとあと数日後したらですね、はい、ラッパーのECD の命日なんですね。おお、はい、ECD さん、はい、彼が亡くなったのが、2018年の1月24日ああ、うん、1月だったんですね。そうですね、1月24日、はいはい、この時期で3年前ですか、もう3年になりますか、はい、がんで、まあ、亡くなった ECD なんですけど、うんうんうん、ね、この ECD にね、あのトニー・モンタナっていう曲がありまして、ほう、うん、これがね、あのトニー・モンタナっていうのがその映画のスカーフェイスっていう映画の主人公の名前がトニー・モンタナっていうんですよ、ね、へえ、それ映画があのコカインの密売とかに、ね、もう成り上がっていくみたいな映画なんですけど、はははは、結構あのラッパーとかもやっぱりそういうなんていうんですかハスリング、うん、結構トニー・モンタナっていう人物がアイコン化されてる感じになってて、その ECD もそのトニー・モンタナについて、ソニー・モンタナ
についてというかトニー・モンタナと比べて俺はみたいな、ラップになってるんです、うんうんうん、で、金、車、女、ヒップホップ、銃、薬、ラップミュージック、トニー・モンタナ、トニー・モンタナってラップするんですよ、ね、おだけどこん結構まあ金とこんな車とかこうそのヒップホップ的なイメージじゃないですか、はいはい、それはでも ECD は金、うんうん、しがないバイト暮らし、はいはい、車免許も持ってない、はいはいはい、女37まで童貞、おヒップホップごめん落ちこぼれで 銃, すごい銃全く縁がない、薬コカインやりかけた、やりかけたんですいやラップミュージック、ラップミュージックは今でも買ってる CD、 自分で作って売ってる音楽、そうラップミュージックだけは自分しあの信念持ってやってるんだっていうラップするんですよ、これかっこいいです、かっこいいんですよそれをその曲出たんが2011とか12かな、あじゃあ結構まあ最近というか、はいはい、そんないかつい曲50歳のおっさんがラップしてるんですよね確かにね、そうそう、で この曲がきっかけで日本語のラップ聞くようになってて、お、うん、やっぱり全然その時僕それがまだ僕大学4回生ぐらいの時ははは、その時ってまだあのバンドマンがヒップホップ聞くとかあんまなかったあ確かにね、うん、またリスナーが分断されてたというか、はいはいはい、今でこそもう普通にヒップホップみんな聞くけど、いや今すごいですよね、うん、もうねそう思ったら ね、はいはい、わかります、けどもその時は全然なんか PSG とかなんかみんなちょっと聞くみたいな感じだった、あなるほど、そうそうそう、はいはい、でちょっとあちょっとなんか日本語のラップもなんかちょっと勉強してみっかな、聞いてみようかなと思って いろいろ YouTube なんか掘っていったらこの ECD のトニモンタナっていう曲のライブ映像があったんですよ、うん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 、でその時やっぱラップヒップホップのイメージって、まあ、いわゆるセルフボースティング、これ俺これね、うん、すげえかっこいい金持ってみたいな感じのイメージやったけど、はいはいはい、この曲はこう自分の、ね、50歳の自分の惨めというか等身大の、はいはい、ヒップホップのイメージとはかけ離れた自分、ちょっとね情けない感じも含めてっていうところが含めて等身大でラップしてる。で一番いいのがこれね、37まで童貞ってラップしてるじゃないですかはい、はい、で ECD ってあのサンピンキャンプっていう、あ日本語ラップの、はいはい、スチャダラパートが出たですね。あねスチャダラは出てないのよ。その時、ね、あそうか、スチャダラは結構ねなんていうか、あれサンピンキャンプスチャダラ出てないんですか。出てない、あの、ね、あそうなんや、なんか勘違いしてました。スチャダラとか結構敵対されてたね、そっち方面から。おそうそう、あの、ね、キングギドラとかライムスターとか、はいはい、あの辺ね、あとブッダとか、うんうん、出てて、それの主催をしてるんですよ、うんうんうん、でその時96年だから36歳なんですよ、はいはいはい、うんうん、ってことは童貞でサンピンキャンプを主催してるんですよかっこいいですね、かっこいい、かっこいい、それが一番かっこいい、ストレートエッジじゃないですか、ね、そう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 、あ、でも酒後になってわかるっていう、 うん、うん、なるほどね、そうそうそう、 でまあ去年かな、ちょっと話変わるけどアカデミー賞で、あの、はい、ポンジュノがスピーチで、ああ、はいはいはい、最もパーソナルなことが最もクリエイティブなことだっていう、あ言ってましたね、スコセッシの言葉引用して言ってたじゃないですか、うんうん、その言葉聞いて僕やっぱ一番 ECD の顔がパーッと浮かんできたんですよ。おとことんパーソナルだし、それをでもちゃんとクリエイティブにラップしてるっていう、そうですね、もうその言葉イコール僕とって ECD かなって思ってね、やっぱ ECD、まあ、結構政治的な活動がすごく多かったじゃないですか、うんうんうん、活動してて、ね、まあまあやっぱこの去年からずっとこのコロナ禍の世の中なんで、はいはい、もしあの ECD が生きてたらどういうことを言って、確かにね、うん、どんな行動をしてたんかなっていうのはちょっと結構この1年ぐらい頻繁に思うかなっていう。なるほど、うん、うんうん、僕もあのうん、ECD は最初聞いてなかったんですけど、うんうんうん、最初っていうか最近まで聞いてなくて、うん、いつやったかな、何年か前に、うん、あの奥さんが書いたエッセイ、うんうんうん、あの働け ECD っていう、あの家計簿、その時の家計簿を同時に公開しながら、うんうん、
あの書いてるエッセイがあって、うん、また石田さんがレコードいっぱい買ってきたみたいなマジで金ないのにこいつ何考えてんねんみたいな、うん、エッセイなんですけど、まあそれ、そうそう、あの上本一子さんね、上本一子さん、あの、うん、それ読んで、あ、 ECD 面白い人やなと思って聞くようになりました、うん、でそのエッセイで一番なんかあの印象残っててかっけえなと思ったのが、うん、なんかあの当時それこそ震災とかあった2011年ぐらいだと思うんですけど、うんうん、あのデモにめっちゃ行くんですね、 ECD が、うんうんうん、とあの東電前とか国会前とかの、うんうん、でそこにあの行くときに、まあ、奥さん心配して危ないし、うん、ちょっと心配やなって言ったときに、うん、でも ECD はあのそこに行って自分がどう感じるか、うん、あの知りたい、そこに何しに行くとかじゃなくて、うん、そういう場に自分が立ったときにどう思うか確かめに行きたいっつって、うん、家を出て行ったみたいなこと書いてて、わあ ECD かっけーってめっちゃ思ったという、それは結構自分に、うん、なんていうか影響がかなり今でもある言葉ですね。すごい行動的なんだけどすごくなんか俯瞰してるというか、確かにね、ちょっとこう俯瞰してますよね、うん、あの自分のこの、ね、なんていうかこうぐんぐん行くか入っていく感じもありつつ、うん、ちょっと引いて、うん、それってどうなんて思ってるっていうのもちょっとあるっていう、うんうん、そうです、そこがねやっぱりね ECD のね魅力ですよね、かっこいいですよね、うん、かっこいい、でもねやっぱうん、ちょっとね本番に今の時代 ECD 寄ってくれたらなとはちょっと思うんですよね本番に、そうですよね、うん、そういうまあこう声を、まあ、中指立てながらも、うんうん、その中指立ててるその自分を俯瞰で見てどうなんか言語化してくれるような人、はいはいはい、なんか、うん、重要な人、惜しい人を亡くしたなっていうのが、そうですね、うん、本当にあの亡くなる直前の NHK のドキュメンタリーもめっちゃ良かったですよ、うん、ああ良かったね、あれも、おお、いやなんかほんまにずっとし血吐きながら最後もう病気で倒れそうになりながら、うん、あの家で、うん、あのラップ録音して、うん、それがあれなんですよね、あの、あ、ね、加山雄三の君といつまでもの、うん、あの加山雄三のトリビュートに入った曲で、うん、あれがめちゃくちゃ良かったですね、なんかあの映像を見てからでその、まあ、石で亡くなったってことも含めて、うん、その曲聴いたらまあマジでちょっとね、かっこよすぎるなって思うっていう、君といつまでの君っていうのは EC にとって音楽っていう、ちょ、それがやばいですよ ね、 いいね、うん、奥さんちゃうんやっていう、奥さんそう死に際についてラップ、ね、君といつまでもってラップして、そうそう、最初だから曲さっき聞いて、うん、あ、君って奥さんのことなんかなみたいな、うん、うっすら聞いて、あれでも最後ちょっとこれどういう意味なんやろみたいな、うん、ね、もう一つのリアル、そうそうそう、もう一つのリアルっていうのが奥さんってこと、うんうんうん、いいしですね、ね、ってことでね、今回の、ラマルオカの、俺、え、何だっけ俺のこれ、俺のこれは、はい、ECD の、トニモンタナという曲です、はい、はい、ありがとうございます、はい、割とこう今回連続で音楽来て、うん、まあ、バンドマンっぽいあ、まあそういうね、タイミングもあって、タイミングもあるし、まあちゃんと、はいはい、バンドもヒップホップの話もしようかなという、はい、いや素晴らしいですね、じゃあまこっちゃんお願いします、はい、はい、まああの音楽の話続いてるところで申し訳ないんですけど、お、今回私が紹介するのはモンゴルですお、国、国ね、モンゴルね、国、おうおう、そうそう、うんうんうん、まああの我々おすすめの音楽本映画などなど紹介するコーナーだったんですが、うん、まあ、今回は国モンゴルを紹介しようかなと思って、はい、まあ、っていうのはあの今ちょっと、あ、今っていうかまあちょっと巻き戻して説明しますと、うんうん、おととしか2019年の夏にまだコロナが世界を支配する前に私モンゴルに旅行に行ってまして、うん、1週間ぐらいで、それはモンゴル武者修行っていう企画、まあ、ツアー企画
で行ったんですけども、まあ、そこからですね、まあ、モンゴルめっちゃ詳しくなって、こうその後もこう民族学博物館で調べたりして、まあ、本を読んだりしてモンゴルについていろいろ思いを馳せてたんですが、うん、まあ、この最近ここ1年のコロナ禍で、うん、まあ、室町の企画でもモンゴルについて文章を発表したりしてたんですが、うんうんうん、まあ、ちょっとそれをまとめませんかっていう話がありまして、まあ、いわゆるジンというやつですね、うん、自主制作の雑誌、うん、ジンを作ることになって、その一緒に行ったモンゴル武者修行のメンバーの方と、作ったんですよ、うんうんうん、でそれの原稿が一段落して、うん、まあ、そろそろ見本版というかができるかなっていう段階になったので、まあ、ちょっとそれの告知も兼ねてモンゴルをおすすめしようかなと思ってまあ皆さんね、最近は旅行も行けなくてこう、うんうん、旅行行きてえなって思ってる人多いと思うんですよ、うん、でその時に、まあ、今後コロナが、まあ、いつになるか分かりませんが落ち着いた時のこう選択肢の一つとしてですね、モンゴルめっちゃおすすめですよっていう話をしようかなっていうことですねコロナ明けて一発目でモンゴル行く人はっていうのはなかなか、いやーなかなか、ね、一番いいでしょモンゴルね、オードリー若林さんもモンゴル行ってますから、うんうん、キューバモンゴルアイスランド、うんうんうんはい、モンゴル何がいいかと言いますと、まあいろいろあるんですが、モンゴルってどんなイメージですか丸岡さん。僕はモンゴル、いやもう最強民族、最強民族、モンゴル民族やっぱりね、西へ東へ勢力し、中世というか、そうそうそう、はい、昔ね、時代ね、うんうん、あとはチンギスハーンさんの時代ね、はいはい、あと横綱、今大相撲の横綱、あ、横綱ね、相撲ね、イメージ、はいはいはい、相撲ね、うん、イメージですね。いやそうなんですよ、彼らはねめっちゃ強いんですよ。強いっていうのは相撲みたいにこう肉体的にパワーがあるっていうのもそうなんですけど、うんうん、あとは遊牧民の皆さんはやっぱり生活にこうパワーがあるというか、こうまあなんていうか、我々はこう会社に行ったりしてお金を稼いで、そのお金で何かこうご飯買ったり、うん、電車に乗ったりしてるわけですけど、彼らはやっぱ飯作るのも交通手段、馬を育てたり、調教、人が乗っても大丈夫なように教えたりするのも自分でやりますし、うん、食べ物も羊を自分たちで飼ってて、うん、で、まあ、お腹が空いたらっていうか、一頭ずつ締めて食べたりするわけですけど、まあ、それ全部やるわけですね。いやそれはやっぱ相当な生活の技が必要なわけで、かなりね、1週間一緒にいると勉強になるというか、刺激を受けました。まあ、例えばそのご飯食べるにしても、我々がこうスーパーで牛とか豚とか鶏とか買ってくるのは、やっぱそれを育てたり、まあ、殺して精肉というかお肉にするところまでをお金でアウトソーシングしてるわけじゃないですか、外注してるんですよ、うんうん、そう思った時にアウトソーシングするために我々はこうやって会社に行って、うん、お金を稼いだりしないとわかんのかと思うと、あ逆になるほど、そのお肉にすることができたら別に会社行かんでいいやんっていう、うんうんうん、そういう発想の転換っていうか、なるほどね、そういう考え方もありますねっていうことが理解できました、うんうんうん、まあ、別にそれをすぐ実行しようというわけじゃないんですけど、なんかね最近それをつらつら考えてたら、知り合いで狩猟、うん、ハンターとして活動してる方が割と近所にいらっしゃって京都の山で鹿とかめっちゃ簡単取れるらしいんですよ。はい、今鹿ってめっちゃ増えてて、モンゴルの話全然なくなってるんですけど鹿とかイノシシってやっぱ増えてるんで、罠とかで取れるらしいんですよ。ああなるほどね。んで、まあいつらでかいんで、うん、まあ、2,3 頭とか取ったら1人1年食えるぐらい。あ、え、1頭で1年食えるってこと？あ、まあ鹿イノシシ合わせて3頭とか、ああなるほどなるほど、いたら、まあ、1年分肉そんなに困らんぐらい、
冷凍庫に置いとけるっていう、はい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 、それらしいんですよ。だからまあそういうのにも興味出るという、生活の考え方が一個生まれるというね、で、まああのモンゴル民族強いっていう話なんですけど、まあモンゴル遊牧民の皆さん、チンギスハーンの時代なんであんなに勢力を拡大したかというと、馬乗れて矢が、あの弓矢が上手くて、で相撲も取れると、ああなるほど、いうのがまあ当時めちゃくちゃ最強やったんですよ。遠距離も強くて、そうそうそう、近距離肉弾戦でも強い、なるほど、そうそうそう、うんうんうん、当時だから日本とかヨーロッパの騎士、戦う人たちはなんかじゃあ戦争行こうか言うて、じゃあ馬乗れるやつ何人おんねんって言ったら、まあ全然いないわけですよ、その点モンゴル遊牧民の皆さん全員乗れますから、もうめちゃくちゃ機動力もあるし、弓も上手いんで、こう当時ヒットエンドランっていうか、バーって走っていって弓一発打ってまた帰ってくるみたいな、そういう攻撃が一般的やったらしいんで、それで超強かったです、もう世界最強やったということらしいんですけど、で今でもですね、遊牧民の皆さん馬は乗り放題なんで、めっちゃかっこいいんですよ。それが選ばれ、日本だとなんか武士階級とかが馬乗りとかじゃなくて、もうモンゴルの人たちは一般的に全員馬を扱えたからそうそう強かったと。そうそう、なるほどなるほど、全員強いんですよ。なるほど。で、まあ、大体モンゴルに行くと旅行で行ったら、あの馬乗れることが多いというか、まあ、馬乗りに行くようなツアーが多いと思うんですけど、馬はねやっぱ乗ったら楽しいんですよ。まあ、日本で乗ろうと思うと安いとこでも1時間1万円とか、取られるし、あと狭いっていうか、乗れるエリアがこう柵の中でちょっと乗るとか、間違っても初心者が走ったりするってことはないと思うんですけど、こう姿勢がこうで、手綱の持ち方はこうで、足はこうやってかけるんですよみたいなレクチャーがめっちゃあるんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、モンゴル行ったら、まあ、あじゃあ乗って、はい行くよついてきてみたいななるほどね。やっぱね、いきなりそういう実践なんで、うん、で初心者でもこう、まあ、ちょっと慣れてきたら、じゃあちょっと走らせてみましょうかみたいなことになるんで、そしてモンゴルは草原が無限に広がってるんで、まあ、気持ちよく走ることができると。モンゴルの草原は、これもオードリー若林のトークで、あこれはなるほどそうやなと思ったんですけど、ゴルフ場のセミラフぐらいの芝こうボーボーに入ってるわけじゃないんですよ。あの競馬場みたいな芝じゃなくてセミラフぐらいの芝が入ってます。そこをこうパカパカ走ると。あ、行きたくなってきたね。あ、ほんまですか。いや、ほんまにいいんですよ。結構マジでちょっと惹かれるな、それは。いや、馬無限に乗れるっていうのはね、ほんまなかなか日本ではないんで、ケツ痛くなるぐらい乗れますからね。お尻ほんまに痛くなるんですけど、まあ、それはなんかね、聞いてたらそれはモンゴル人も一緒やから我慢せえみたいな。あ、そうなんや。そうそう、別にモンゴル人ケツの皮膚が厚いとかじゃないんや、ね、あ、そうそう、ちゃんと痛いんやね。そうそう、お尻と膝痛くなってきましたわって言ったら、通訳のお姉さんに、私も痛いって言われて、ね、まあそりゃそうか、そうかそうかとなりました。はい、あとはまあ、草原もめっちゃ楽しいんですけど、ウランバートル首都も楽しくて、楽しいというか結構面白くて、まあウランバートルここ何年か、まあ、今年かここ1年はコロナの影響もあってわからないんですけど、経済成長率、もうアジアで一番らしいんで、こうずっとぐーっと右肩上がりで成長、経済成長している町なんですね。なるほど。で、モンゴル人口300万人ぐらいなんですけど、
あ、そんなもんなの？そうそう、まあ、あの広いんですけど人住んでるところ少ないし、うーん、ポツポツポツって遊牧民がいるだけなんで、はいはい、で300万人のうちだいたい半分ちょいぐらいウランバートに住んでるんですよ。うーん、だから150とか200万ぐらい、はいはいはい、だから横浜ぐらいの感じですかね。うーん、だからもうめっちゃ小さいところにぎゅうぎゅうに人が住んでて、なるほど。でなんかやっぱり高度経済成長期の日本とか、うん、こんな感じやったんかなみたいな、こうパワーが、うーん、エネルギーが溢れてる感じがめっちゃ伝わってきましたね。なんか若い人多いし、うん、車もいっぱい走ってるし、うん、で大体プリウスなんですけどそうなプリウス、なんかね、あの車渋滞ひどすぎて、うん、煙とかあの公害、空気が汚くなりすぎたっつって、うん、そういうハイブリッドカーとかに、かかる関税、税金をかなり下げた、エコカー減税したら、みんなプリウス買うようになって、うん、プリウスばっかり走ってるという。で、モンゴル、まあ、ウランバートル楽しいんですけど、僕が行った時に面白かったのは、ギャラリーと、うん、アトリエ、うん、あの現代アートの作家のアトリエに行かせてもらって、うんうん、でなんかまあ普通にめっちゃ活躍してる人なんですよ。愛知トリエンナーレに出してたり、うんうん、あとドクメンタっていうドイツの現代アートのめっちゃでっかい、うん、まあフェスみたいなやつに出展してたりする方のアトリエなんですけど、そこでね僕絵買ったんですよ。あ、買ってましたねあなた。そうそう、それあの先週のミキさんのトークとほぼ一緒の話なんですけど、そうそう、そこでねあの作家から直接絵買って、うんうんうん、まあ僕は買えるぐらいそんな高い絵じゃないんですけど、こうまあね、あのでなんで買ったかというと、あのこれ絶対価値上がりますよってめっちゃプッシュされたんで買ったんですけど投資ですか？投資、まあ絵画って投資の面もやっぱりまあまあね確かに、はい、うん、でまあそういう作家の一点物の絵ってやっぱりレアなんで、うんうん、買いました。なんか10倍になるとか言われたんで買ったんですけどまあちょっとなるか分からないけど、まあそういうね、あの国が成長していってるんで、うんうん、おのずとそういう芸術作品の、うんうん、価値も上がるのではないかと言われております。なるほどね、はい、やっぱりでもね絵を買うとこう、まあ、これにお金払ったんやなって思うし、うんうんうん、ミキさんの話ですけど毎日見れるんで、うんうんうん、こう見てるとあこれモンゴルから来たんやなと思って楽しくなれるっていう、うん、なるほど、そういう良さがありますね。うん、はい、今見てますね。今そうそう見てますね。パソコンから目線を外して絵を眺めてみたんですけど、なんかね絵の感じもまあちょっと伝えにくいんですけど可愛い感じで、でもなんかちょっととぼけてるっていうか、なんか斜め上向いてる女の人の絵なんですけど、なんか自画像っていうかそのアーティストのなんか日記の代わりに描いた絵らしくて、なんかウサギとその日は遊んだからウサギを抱いてる私を描きましたみたいな、うーん、それがねなんか何とも言えない脱力感で割と気に入ってるんですけど。なるほどね、モンゴル、ね、ということで、はい、モンゴルねいいんですよ。なんか朝青龍の、うん、朝青龍はあれですけど、あのそういう関取、うん、春馬富士の学校とか普通にバーンって建てたりするんで、春馬富士が建てたか、なんか車で走ってたら、うん、あそうそう春馬富士ハイスクールって書いてて春馬富士ハイスクールって書いてるけどあれ何ですかみたいな、いやあれ春馬富士が建てた学校やでみたいな、ああそうなんやみたいな、そうそうそういうね、新日結構日本に対して、うん、よく思ってくれてる国なんで、国っていうか人が多いんで、うん、割とこう喋っててもって、もまあほとんど片言の英語とかなんですけど、なんかあ日本から来たんやようこそみたいな、うーん、俺たちも日本人みたいに真面目に働かないとなみたいなこと皆さんおっしゃってます。
やめた方がいいよ、我々が真面目に働いてるかは謎ですやめた方がいいよってモンゴルちょっとね、モンゴルってモンゴル語、うん、ですか、はい、モンゴル語ですね、こういう語、モンゴル語、あー、なるほど、モンゴル語、バイヒラー、ありがとう、センベのこんにちは、それしかわからないんですけど、まあ、あとは面白いっていうか、おすすめなのはやっぱりね、他の国資本主義圏に行っても、うんうん、あんまり景色変わらんなって思うことがあると思うんですけど、うんうん、なんていうか、どこでもコカ・コーラが売ってて、マクドナルドがあってみたいな、まあ台湾とか行ったらもう日本やなみたいな、スシローあるやんみたいなことがあるんですけど、割とね、モンゴルはやっぱり旧共産圏、ソ連の、傘下にいたことがあるんで、うんうんうん、割とね、ちょっと結構建物の感じとか、お店の感じとかもちょっと雰囲気違うなみたいな、うーん、なんか昔は共産主義時代はそういう芸術家のためにアトリエのビルが一個あって、うん、みんな一部屋ずつ持ってたみたいな、なんかそういう時代もあったらしくてほう、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかは結構あの頃は争いがなくて平和じゃったみたいな、うん、今はみんな競争ばっかりやみたいな、あ、そういう、はい、そういう方もいらっしゃると、うん、結構その辺はね面白いですよ。でもこうあるね、夢があるね、はい、なんか聞いてる感じ、もう ですかまだまだだって国としても発展していきそうでもあるやん。あ、そうそうそう、うん、それはねありますね、やっぱ日本にね、結構ね、うん、日本に住んでると日本はもう頭打ちない、もうしんどいやんな、うん、お前らが頑張れよっていう話なんですけど、まあまあまあ、まあ、まあそうなんですけど、そうそう、うん、まあちょっとね、こう一回こう伸びしろを全部使い切った感じがどうしてもね、日本とかはあるんですけど、結構モンゴル行ったら割とこれからガンガン行くぜっていう感じが伝わってきて、なるほど、なんかね、銀行の金利もほんまか知らんけどなんか 10% ぐらいあるとか言ってほんまかいなって、どうやってまあでもその通貨の価値がどんどん逆にインフレしていってるんで、はいはいはい、なるほど、そうそう、率がいいっていうこともあるらしいんですけど、うーん、モンゴル投資先としてもおすすめらしいですよ。モンゴルは通貨なんですか？はい、通貨トグリクっていう、あ、独自通貨なんですか？トグリクはえっと1円が25とか30前後ぐらいやった気がする。だから結構単位がでかくて2500トグルク100円みたいな、うーん、やった気がします。ちょっとうろ覚えですけど。なるほど、はい、というわけでちょっと長くなったんですけどで、なんかバラバラ喋ったんですけど、まあ、とにかく空が綺麗で、うん、草原も気持ちよくて、うん、馬乗ったらめっちゃ楽しいし、あ、街も素敵やでっていう、なるほど、モンゴルでした。はい、今週の俺のこれは私が、モンゴル、うん、で丸岡さんが、ECD のトニモンタナ、トニモンタナ、はい、でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございますいやモンゴルね、どっかでちゃんとね紹介したいなと思ってたんですよね。はい、というわけで、はい、今週もというか今回も、やってきましたが、結構連続してやってるんで、そして別に我々集まってるわけじゃないんで新しい話題が少ないんですがそうな、確かにな、うん、年明けてから会ってないか俺。ああそうですね、まるちゃんさんとは会ってないですね。そう、会ってないからね。ね、ミキさんがマルちゃんさんの夢見たっていう話ってあれどこでしてたんですっけ？何それ俺知らない知らないよ会った時にしてたんか。なんか、うん、ミキさんが、うん、夢の中でなんか僕バンドで、うん、なんか喋ってたらしいんですけど、うん、なんか練習の休憩中に、うん、なんか俺マルくんって呼ばれたいねんなって言ってらしくてで
あでもやっぱまるちゃんじゃないみたいな感じでその時は終わって、でしばらく次の話題に会った時に、うん、まるちゃんさって言ったら、うん、まるくんなってめっちゃ怒られるっていう夢を見あの見たとおっしゃってました。なんか嫌嫌やなその登場の仕方ほんまに嫌何それやばい、ちょっと話題なさすぎて人の夢の話しちゃったなんか最近結構夢見るんですけど、あ夢見ないんですか？なんか眠り浅いんかな。俺めっちゃ見る。なんか最近めっちゃストーリー仕立ての夢見るんですよね。あ、俺あれやった、紅白の鳥のなんか出る出番前の夢見たのなんでわからん。え、室町なんですか？いや分からんね、それ室町かどうか分からなくて、なんか他のバックバンドとかかもしれん。そうそう、一個前なんかサザンが演奏しててすごい、じゃあ赤組じゃないですか。いや多分サザン多分その後に赤組の鳥の方が多分出る。あーなるほど。んで多分俺のバンド多分もうほんまに全部の大鳥みたいなめっちゃ楽しい。うん、そうそう、いやいいですね、それ実現してほしいですね。まさ夢になってほしい。いいよな、はい。僕もなんかね、何やったっけな、なんか高校生の時ちょっと気になってた女の子とか出てきて、あなんか起きてフェイスブック見るみたいなそういうそういう夢出るよね。あとなんか中学の友達と大学の友達がなんかごっちゃになって、あなんかちょっとそれもあるかもしれない、はい、なんでお前ら知り合いやねんみたいな、はいはいはい、ちょっと困るっていう、ね、困るみたいな結構あるあるです。ありますね。いい夢見てください。さよなら。さよなら。